はい、それでは今日も計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回はユークリッドの補助法の話をしまして、で、まあ、拡張ユークリッドの補助法という話に入ってきました。で、まあ、今回はその次に続いて拡張ユークリッドの補助法の話をしまして、でこれからそのいくつかその拡張ユークリッドの補助法の応用の話をしたいと思います。でそこで、前回は拡張ユークリッドの補助法の定義を説明したところまで行きましたので、その証明の一部を紹介します。こちら前回のコーディネートの最後のところだけ確認のためにもう一回書き出しますので、前回のコーディネートは映す必要はありません。で、まあ、この時ですね、与えられたいろいろな変数の設定は、前回の授業のユークリッドの補助法と、まあ、同じでしたと思います。前回のこの講義の収録したビデオがすでに上がっていますので、普通の人は適宜後で確認してください。で、あ、それと前回の板書で1箇所誤りがありましたので、一応訂正をしておきます。で、この定理の中でですね、この時以下の中で定理の主張をいくつか書いたんですけれども、その中の1番がありました。この時の一番目で、i が0からランダープラス1に対して、その SI、A 倍の SI と B 倍の TI、まあ、RI、あ、ごめんなさい、RI ですか。特にこの次なんですけれども、この B を多分前回の板書の時に落としてしまいまして、後から見てるうちに指摘していただきましたので、すみません、ここを追加しておいてください。よろしくお願いします。一応、ビデオの方にも、ここ書き忘れましたっていう、コメント、字幕を追加しましたので、ビデオを見てる人にも分かるようになっております。さて、これの証明なんですけれども、まあ、ちょっと、この文字の、その時間の都合などから、今回はですね、この定理の中で特に重要なアイテムで、この一番の証明だけ、この授業で紹介したいと思います。で他については、基本的には今後のに全部証明書いておりますので、今日の時は、各自、後で5年間プロできますので、これを見て、参考にしてください。で、この一番の証明なんですけれども、基本的にはその I に関する記号法で示します。どういう
回一応振り返ってみますと、まあ、このもともとはこういう公投資なんですね。SIA が PID イコール RI という形なんですけれども、その S0 T0 S1 T1 の定義はどうだったかというと、ちょっと注意しますと、まあ、S0 が1で、から T0 が0で、S1 が0で、T の1が1だと。ついでに、その R の I は、この I の1と0のときはどういう定義だったかというと、R の1が A ですね。それから R の2が B という定義ですので、そうしますと、まあ、例えば I が1の、I が0のときは、この1と0をこう S0 と T0 で代入すれば、まあ、無限が A に接しまう。それから、I が1のときは、S1 が0、T1 が1を代入すれば、まあ、無限が B に接しまうということで、まあ、明らかになったということが分かると思います。で、あとはその任意の場合ですね。例えば、I が2乗のときですね。の証明なんですが、一応この RI のをどうやって導いたかっていうのを思い出してみますと、RI はと R の i-2 番目のものを i-1 番目のもので割った乗与として求めておりました。ですので、それをこの定義式にしなくて書きますと、まあ、R の i-2 から、まあ、R の i-1 かける QR を引いたもの。この場合はその、R の i-1 を R の i-2 を R の i-1 割って、その証が QI で、乗与が RI になったと。そういう計算をしておりました。で、まあ、こういうふうにまず RI を求めているんですけれども、そこにですね、一応記号方法で、まあ、I よりも小さいインデックスに対して、まあ、定義があるというと仮定しますので、この i-2 番目と i-1 番目の要素にそれぞれこの上の主張すべき関係式を代入します。そうしますと、R の i-2 というのがどう表されていたかというと、 S の i-2a プラス T の i-2b ですね。で、一方で、その R の i-1 も、まあ、同じように、この主張通りの式を代入してみますと、S の i-1 倍の A プラス T の i-1 倍の B かける T の i というふうになります。で、これを今度は展開しまして、まあ、A と B でこう、それぞれのこうにまとめれるんですね。そうしますと、まあ、結果だけ書きますが、まず A でまとめた項を書きますと、S の i マイナス2マイナス、S の i マイナス1、あ、すみません、これ Q の i のインデックスが、これ i マイナス1です。すみません、直しておきます。で Q の i マイナス1倍の A ですね。A でまとめ、A をその因子に持つ項をまとめると、こういう形になりまして、で、次にその B を因子に持つ項をまとめますと、Q の i マイナス1、あ、ごめんなさい、マイナス2ですね。マイナス Q の i マイナス1、Q の i マイナス1。の B と、ということになりまして、その、まあ、これをそのまとめると、実はこれっていうのはそのこの定義、この定義におけるその SI と T
ティアの定義からこれが SI になりますね。SI に対しての A。で、もう一回かここも、まあ、TI バイオリン。ということで、まあ、あの、知の方が、あの、によって、こう、この関係性が示されるということになります。ここまでいいでしょうか。あ、はい。あ、はい。あ、ごめんなさい、そうですね。はい、失礼しました。あ、こうですね。はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なかなかあれですね、こうアドリブでこう、コーヒーノートにあらかじめ準備しておくとか、と、あの時々間違えるのは、まだまだ修行が足りんかなと思いますが、まあ、あの一方ではこう皆さんにこう注意をこう黒板に集中してもらう、まあ、機会、いい機会になるかもしれませんので、まあ、あの今後も何か間違いない機会をぜひご指摘ください。で、じゃあ一応まあ、他の主張に関しては、ここの、すみません、ここでは省略することにして、まあ、一応テキストの方にあります、パチョリークリックのコーナーアルゴリズムを、書いておきます。テキストですと、52ページの、下の方ですね、セクション 4.3 の見出しのすぐ下にある部分です。でまず入力と出力を書きますと、まあ、入力と出力は F と G でして、それぞれが、まあ、R の原理ですね。まあ、R はここではその入力と正規と申します。で、それから出力ですね。出力は、まあ、F と G の GCD があります。G ですね。でそれからあと、R の弦、S と T で、でまず最初にこう、まあ、必要な分数の代入を行います。と、まあ、一応 このアルゴリズムではその、まあ、上下列の要素となる RI とそれから S と T ですね。ここで次に言っておきますと、この S と T というのはよく余因子というふうに呼ばれることがあります。まあ、これはその線形代数で出てくるその要因子とは異なる概念なので、それを注意してください。名前がたまたまかぶっているわけで、もともとはこの F と G とかから出
が、まあ、元の計算の元なんですけれども、まあ、いろんな計算の途中でですね、この SI とか TI をこう取り出して使うということがありまして、まあ、そういう時にこの F と G によって、あとからその拡張領域と互助項で生成される、まあ、4因子というのは、4因子をこれこれするという、そういう言い方をしますので、まあ、そういう時にこの4因子というのを使います。そうしますと、まあ、最初にその、まあ、変数の縮小化をしますので、まあ、R とですね、それから、この SI と TI という2つ、2種類の要因子の初期化をします。まあ、I が0のときは、このように、これは先ほどの定理と同じです。I が1のときも同じように準備をしておきます。次の各分数というのは実際のこの乗用率の繰り返しの計算を行います。RI が0でない限り次の計算を繰り返しなさい、以下の計算を繰り返しなさいと言うんですけれども、まず、その R の I マイナス1を R の I で割る割り算を実行します。で、それぞれ、その、まあ、小を QI と置いて、まあ、乗用を R マイナス1と置くというですね。で、あとは、この、余因子の SI と TI の、まあ、更新を行うわけですけれども、まず、S の i プラス1ですね。S の i プラス、i プラス1を更新して、それから、T の i プラス1についても、まあ、このような形で、更新を与えることができます。で、最後に、まあ、i の値を1増やして、また、このルートの選挙に戻るということになります。で、これで、このステップ2のループを続けて、でまあ、もしこの R の I が0になった、すなわち、その乗用が0になったという段階で、まあ、ループを脱出するわけですけれども、まあ、乗用が0になった、すなわち、そうですね、この場合ですと、この R のラムダプラス1が0になったということは、この、まあ、R のラムダが、求める、これから求める式を続けて D になるということですので、そうしますと、この D には R の I の数値を代入すると。で、同じように、その、余因子の S と T についても、
まあ、それぞれその T、T インデックスが今の1の時のものを出力とします。で、最後に、まあ、これらの、D と S と T の組を、まあ、返して観察するということになります。ちょっと下の方見づらいかもしれないので、ちょっと最後のリターン分だけこの上の方にずらしておきます。ここで一応これがまあ発見できるところのアルゴリズムのメインになって、何か質問がありますでしょうで、ちょうどこれから先はですね、何回かに分けまして、その、まあ、有給と誤助法、もしくは、活性有給と誤助法の、応用の話を、こういくつかの話題に分けてしていきたいと思います。で、いくつかやるということなんですけど、今日のところはですね、実数の連分数展開の話をしたいと思います。テキストはちょっと飛ぶんですけれども、73ページのセクション 4.13 というところですね。ここをご覧ください。で、ここでは一応 R を有機的正規としまして、で、まあ、K はその小体ということにします。まあ、これから使う例題ではこの整数ですね、整数の場合を扱います。で、まあ、小体という言葉はもしかするとその数学以外の人は聞いたことないかもしれないですけれども、まああまり難しく考えずに、そのまあ形式的にその、まあ、分母と分子ですね、分数のような形で表された弦で、で、まあ、それぞれ分母と分子がこの R の弦に絡まれた、そういうものだと思っています。で、それに効果の加減上の適当な演算を定義することで、まあ、ちょうど単位になるというようなものです。ですので、まあ、整数間の、まあ、小体として、まあ、この小体の例としては、まあ、皆さん知っている人もいると思いますが、有理数体を扱うことにします。
で、まず最初にですね、この R1 分の R0、まあ、こういう弦ですね。ですので、まあ、よく扱うのはこの有理数を思い浮かべてもらうと思うんですけれども、まあ、一応基本は一般的な世界で進めますが、まあ、具体的には有理数を思い浮かべてもらえます。まあ、この R1 分の R0 に対してこの計算によるその分数の列というのを作ります。まずこの R1 分の R0 というのを割り算を実際にやりまして。どういうふうにあるかというと、その R0、分子の R0 を分母の R1 で割って、まあ、こういう形、小を Q1 として、どういうふうに R0 と。ですので、まあ、有理数の場合ですと、まあ、分子を分母でやって、で整数部分と、1よりも小さい有理数、そういう割合を分けると思っています。ですので、まあ、有理数をの、まあ、整数部分を取り出すような操作と思うことにします。で、今度は、この、この、まあ、1に満たない有理数部分ですね、この有理数部分を、このようにその分子が1になるような、形で表します。でこれは、皆さんすぐに分かると思いますけれども、この R1 の逆数を取ればいいわけですね。そうすると今度は分子が R2 で分母が R1 になります。で、今度はこの部分ですね、この R1、R2 分の R1、これをやはり同じように、先ほど同じようにこの割り算をしてみます。なんでそれができるかというと、最初、この R1 分の R2 を作ったときは、整数部分はこの Q1 に出ていましたから、そうすると R2 の絶対値、R1 の絶対値に小さいわけなんですね。全体としては、有理数としてはこれ1より小さいんですから。そうすると、その逆数を取ったということは、これは R1 が R2 より大きいはずですので、と割り算ができる。ちょっとこれ Q2 ですね。Q2 になって、こういう形の分数ができることでしょう。で、この部分ですね、今度はここの部分をそのさらに先ほどと同じような形で表します。すなわち分子を1に表すんですね。そうしますと、このようにこの、まあ、R3 分の R2 となって、やはりここでも割り算ができるようになります。すなわち、この R2 を R3 で割ることによって、
まあ、ショーが Q3、ジョヨが R4 になるという形になります。これを何回も何回も繰り返して続けていきます。で、最終的に、何回続けるか、警戒続けることになります。で、警戒続けますと、とこういうその分数がどん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 積み重なって現れまして、最後は警戒序断を行ったところで、最後に現れるその分数の分母が9K プラス RK 分の RK プラス1という、こういう分数があります。で、これのことを、まあ、すでにご存知の人もいるかもしれませんけれども、次のような書き方をします。ライトアップを使って、Q1、Q2 とこう出てきた数を並べていって、で、休憩までやると最後に、R テーブルの R テーブルを使うという、そういう書き方をします。で、まあ、知ってる人も多いかと思いますけれども、この形の分数のことを連分数と言いまして、で、与えられた有理数をこの連分数に展開することを、まあ、連分数展開と言います。この場合ですと、まあ、R1 分の R5 の有理数を、連立展開したものをこのように立ち上がります。なお、連立展開には正則という概念もありますので、それをちょっと触れておきますと、連立展開が正則であるということの条件としましては、分子が最後に出てくるこの RK プラスですね、これを除いて全て1だ。で、それから、最初、その連立展開に最初に出てくるこの Q1 の整数です。それから、Q の2から Q の K ですね。その連立展開に現れる Q の2から Q の K が全て、正の整数であります。そういうのを満たしたときに、まあ、この連立数展開を正則連立数展開と呼びます。
と言えるでしょうか。それからと、もう与えられた R1 分の R0 の性質によってはですね、この、まあ、何回かこの計算を繰り返していくと、最後、この R の K プラスですか、これは0になって終わることがありますので、まあ、正確は本当の説明はこうなんですけれども、まあ、これとは別に、その R の、まあ、K プラス1回、まあ、0のときは、このオーグスト展開は、まあ、Q1 から QK までのこの小ですね、括弧で振った数ですか、表されます。それからあとは、まあ、一般にその、まあ、自分自身のですね、Q1 の、まあ、1個のみの連立性展開というのは自分自身に当てられた数だとしますし、それからあと、まあ、もしこのような形で連立性展開が与えられた際には、まあ、最初の要素である Q1 プラス、残りの要素による連立性展開分の1というような形に、まあ、等しくなるということも分かると思います。で、まあ、一応ここでその皆さんに知ってもらいたいということっていうのは、今でちょうど計算しましたように、この連立性展開というのは、実は、ユークリッドの除法で求まるということですね。まあ、これを、まあ、ここでは説明したかったです。なので、まあ、最初に与えられた有理数の、まあ、分子を R0 として、で分母を R1 として、でそこからこの、まあ、有理数の分母を埋める乗用列を、まあ、生成しなさい。でその時に それぞれのステップで出てくる小が QI なんですけれども、その QI をこう並べていくと分母の整理ができるというのがここでの話です。
で、ちょっと今日テキストですと、この73ページの例 4.87 というところに、その有理数の連続性展開の例があります。で、ここにありますように、この例では35分の126という、有理数を展開するわけですけれども、これは順番にその分子の126を35でこう割っていくわけですね。まあ、ちょっと一応少し時間がありそうなので、ちょっと一応書いておきますけれども。で、この場合ですと、その126を35で割りますと、その、まあ、正午3で乗用が21になりますから、まあ、こうなると。で、次のステップでは、この、分母に来た、その21分の35をまた連立展開すると、でこれが、正午1で、乗用が14となりますので、こうなりまして、で、また今度はこれ、ここの部分ですね、こうなりまして、で、21を14で割ると、まあ、正が1で、で、まあ、乗用が7となりますので、でこうなるんですけれども、最後のステップでは、14は7でちょうど割り切れて、正が2になりますので、まあ、ここはちょうど2ということで、まあ、連立の表示としては、このプラスの記号の前の整数ですね、これを順番に並べていきますので、まあ、3.11 ねという整数の並びで、この連立を表せることになります。で、また、あとは、あとテキストの方にもありますけれども、その逆の計算で、この連立展開から、まあ、元のですね、有理数も求まるという話もありまして、まあ、元の有理数を求める際には、この連立数の後ろの方から逆に辿っていって、有理数を計算することになります。はい。こうですね。はい、すみません。そうですね。ノートは間違ってませんでした。板書で間違ってません。で、まあ、じゃあ この後残りの時間の話なんですけれども、一応、我々、その、まあ、調べていけば分かる話としては、その、まあ、有理数は必ず、この連分数で、しかもその、有限の長さですね、連分数で展開できると。ということは、分かるんですけれども、この無理数についても、その例えばその、
まあ、我々の今までやってきた中ですと、例えばその有理数をその10進の小数で展開したときに、まあ、循環小数でこの有理数を表現していくというのを小理数というのをやってきました。で実はあの似たようなことがこの連分数でできまして、ある種の無理数についてはこの循環性連分数で表示することができます。ですので今日残りの時間はその辺の話を紹介したいと思います。テキストですと74ページの冒頭からですので見てみてください。で、まあ、無理数の連分数表示を考えているんですけれども、まあ、一応これから先はその、まあ、整数とそれから有理数のに限定して話を進めますが、でその時にその、まあ、ある実数アルファですね、でこれ、まあ、アルファ1と言うんですけれども、これの連分数表示を考えましょうと。で先ほど その有理数をその連分数展開した際にはそのこの連分数のを構成する係数 Q の i というのはの分母を分子で、分子を分母で割った除子体この乗与ですね当てたんですが、でこの一般の実数の場合にはこのその有理数におけるその分子を分母で割ったその乗与の代わりにでこの実数の整数部分を取ってきます。この Qi としてこのアルファ i のフロアですね、整数部分を考えまして、でアルファ i のプラス1としてでこのアルファ i の、 その小数部分の逆数を取ってくることにします。で、まあ、これによってその有理数の連分数展開とその似たような形式での連分数表示を行うという話です。で、早速ですけれどもあのちょうどテキストに例題がありますのでそれに沿ってやってみましょう。74ページの例の 4.95 になります。でこの例題ではルート3という実数の連分数表示をやることにします。で、まず一応ちょっとテキストと若干書き方が違ってくるかと思いますが、テキストは一応あの例えばこの定義に従ってその Qi と αi はこういう形になるというふうに
こう整備して書いていますので、まあ、僕がこれからやりたいさんの方ではむしろ、それが実際の年分数でどういうふうに表せるのかというのを、実態を書いていきたいと思いますので、まあ、適宜こうテキストの表記と僕の版書とこう見比べながら確認してください。でまず、先ほどご提示しましたように、このルート3というような数が与えるときにやることは、これを整数部分とそれから小数部分ですね、一応小さい部分に分けましょうということですので、分けるんですけれども、まあ、一応ルート3は、まあ、1と2の間にある実数だというのは皆さん共通の了解としていいとして、ですので、まずこんなふうに1とルート3のマス1というふうに分けます。で次にこちらで定義しましたように、このアルファの i プラス1をここで定義しましたように、この小数部分を逆数で表します。逆数で表しますといっても、その逆数は単にあれですね、分母と分子を入れ替えることしかできません。今のところは知識がないですので、まあ、こういう表し方をするんですね。要は分子に1が来るような形でこの残りの部分を表記できられるということですね。で次に、この部分ですね、次にこの部分をと、まあ、さらに展開していくわけなんですが、まあ、先ほども順番で見ましたように、その今この部分というのは、まあ、1より逆数取ってますので1より大きな数の数です。で、一般にはこれは分母の有理化をすることによって展開、ここから先の展開をしていきます。ですのでこの有理化の部分を下に書いておきますと、ルート3マイナス1分の1だですから、まあ基本的にはルート3プラス1、ルート3プラス1をこう分母と分子にかければいいわけで、そうしますと分母の方が2になって、分子が、1プラス6、3になります。で、まあ、このような形にしまして、で、まあ、これをその1と、整数部分と、まあ、小数部分に分けて表すんですね。で、で今度はこの部分ですね、この部分をうまくこう、分子を1に、で、1になるように表現するわけですけれども、一応こうまとめますと、整数部分が1で、それから小数部分が2分のルート3マイナス1という形になりますので、今こういう形でこう次のステップの連分数を表示することができます。
今度はそのまたこの部分ですね、この部分あのルーツ3マイナス1分の2のところをこの分母を有理化して、整数部分と小数部分に分けて表すわけなんですけれども、ちょっとやってみますと、でこの場合は分母と分子のルート3から出てくると思いますね。そうしますと、分母が2になりまして、で分子にも2が現れますので、逆分をしまして、ルート3プラス1が出てきます。でこれをさらに整数部分と小数部分に分けて表しますけれども、ルート3プラス1は、まあ、2以上3未満の整数っていうのは、まあ、多分皆さん分かると思うので、整数部分は2です。それから小数部分はルート3プラス1マイナス2なんですけれども、まとめると、まあ、ルート3マイナス1になって、こうですかね。こういう形でこう次の連分数を表したということになります。で、ここでまず計算して多分気づいた人は気づいたと思うんですが、実はルート3マイナス1分の1っていうのはと2つ前のステップで現れてるんですね。2つ前のステップで現れているということは、今ここから先の計算が2つ前のステップに戻って、その計算の繰り返しになる。ですので、これが出てきてこれが出てきてこれが出てくるのを、今はその繰り返しになるというんです。つまりその連分数の表示が循環して現れるということが分かると思います。そうしますと、まずの計算をまとめますと、ルート3の連分数表示を求めましたら、これが、最初が1ですね。で次が1、最初の1、最初はこれが21で、これが91、これは Q3 となって、Q1 が1で、Q2 が1で、Q3 が、2なんですけれども、あと実はそれから先が、Q2 と Q3 が交互に現れます。ですので、有理数を
十進数で展開したときには、その循環節と同様の表記を行うことになります。で、連立におけるその循環節、アゲインズにおいても、この繰り返して現れるその係数のことを循環節と呼びまして、で、その表記は、でこの循環する部分をオーバーラインでこう引くということで表します。ということで、このルート3の場合には、この連分数表示をする際に、この循環する連分数ですね、連分数表示、再度確認になります。で、実はこの実数をですね、この循環する連分数で表示できる場合というのは、いつでもできるというわけではなくて、この実数がある種の条件を満たすときのみ、またその場合そののみやるということが知られておりますので、一応ちょっとそれに触れておきますと、実数、この場合は無理数としますけれども、このアルファを循環連分数で表せるための必要十分条件というのが、アルファが、このような形ですね。Q 分の N プラスマイナスルート N と表せる場合、だいぶこれが知られています。ということが知られています。で、この Q 分の N プラスマイナスループ N という形は多分皆さん馴染み深いと思いますけれども、これ実は二次方程式の項の形をしますね。で、こういった形の無理数のことを二次無理数というふうに言います。二次無理数と言いまして、これは、整形数の二次方程式の根源としては表されています。ここまで何か質問ありますでしょうか。一応そうですね、期末試験に関連する話題としましては、あまりこの今回の授業では数学的なこの性質であれこれ証明するという問題を作ると結構難しくなりそうなので、どちらかというとこういったこの例えば今回やっていますその各種ゆっくりとご情報を用いたいろいろな計算のを実際にやってもらう例が多くないかと思います。ですので、今回説明しました連立数展開
までも、その計算のやり方を、まあ、基本的なやり方をきちんと身につけているかどうかっていうのを問う可能性が多分高いと思いますので、これから何回か例題に移るかと思いますけれども、まあ、それぞれの例題のですね、少なくも、こう解き方は正確に受けるようにちゃんと復習してもらえればというふうに思います。で、まあ、今日は大体時間がいい感じになってきましたので、このぐらいにしたいと思います。で、次回なんですが、まあ、今後も少しあちこち飛びながら、いろいろな計算例を説明したいと思いますので、一応予告しておきますと、次回は、テキスト59ページのセクション 4.7 の方逆弦の計算というのがあります。そちらについて、方逆弦計算の話をしていきたいと思いますので、まあ、興味のある方は、まあ、多分授業で理解を進めるためには、ぜひ、予習を、どんなことやるかというのを、そこに向けてほしいと思います。それでは、今日の授業はこのようにしたいと思います。どうも、お疲れ様でした。